はい、さいちゃんまりです。先に1点すいません。実はですね、今度歯の矯正を始めるんですね。でそれにあたって今ね、器具の仮付け慣れる期間みたいな感じでちょっとついてるので、喋り方がねちょっとおかしいんですよね。それからもう1点、今日ちゃんまりの顔に何かおかしいところはございませんか？そう、顔がめっちゃ白いんですよ。最近ね、こう街を歩いている女の子たちを見ていて思ったんですよ。顔面白浮き女子が多すぎると。今ね、ちゃんまり極端にやったつもりなんだけど、これぐらい首と顔の色の差が出てる子がすっごい普通にいっぱいいるんですよね。本人がそんなに気にしてないのかなっていうか、若い子の間ではそんなに気にされないのかもしれないんだけど、アラサーのちゃんまりとしてはすごく気になった。でも色白に憧れる気持ちも十分よくわかります。ということで、今回は白浮きせずに肌をワントーン明るくするようなベースメイクの仕方をご紹介していきたいと思います。今回ですね、今この白すぎる顔面を作っているのはこの3つのアイテムなんですけど、この同じアイテムプラスアルファを使って白浮きしない自然なベースメイクを作っていきたいと思います。それではレッツゴー。 NG ベースメイクその1、色白を目指すあまりに色が白くなる系のクリームを顔中全体にまんべんなくごってりと塗りたくってしまう。 NG メイクその2、色白になりたいあまりに自分の肌よりも明るいファンデーションを顔中全体にまんべんなく塗りたくってしまう。 NG メイクその3、色白かつツヤツヤなお肌を求めるあまりにハイライトをギラギラに塗りたくってしまう。 NG メイクその4、仕上げのパウダーをつけすぎてしまう。 NG メイクその5、首は何もせず置いてけぼりで顔と首の境目がくっきりと分かれてしまう。以上の5点が顔の白浮きの原因になるポイントです。はい、では白浮きしないベースメイクやっていきましょう。今回はですね、この素顔のスノーホイップクリームピュアホワイトを使ったんですけど、こんな感じの肌が白くなりますよっていうベースが今いろんなメーカーさんから出てますよね。こちらのベースをですね、顔全体にまんべんなくしっかり塗って真っ白にしてしまうと、ファンデーションの色がもし合っていたとしてもベースの効果で首と顔の色がパックリと分かれてしまいます。で、実はですね、顔には明るいファンデーションを塗っても特に不自然にならないゾーンがあります。それがここです。このぐらいのこのまあパーツが集まってる範囲っていうと分かりやすいかな。メイクは目の錯覚ですよっていうのをね、私よく言うと思うんですけど、色が明るい白いものは前に出っ張って見えて、暗い黒いものは後ろに引っ込んで見えます。この中心部分っていうのは首よりも前に出ている部分なので、本来首の部分よりも光が当たって明るく見えていてもおかしくない部分なんですね。なのでこの部分が多少明るくても特に人間の脳みそとしては不自然には感じません。なのでまずは顔全体の色を首に合わせてあげます。はい、今回使うのは前も紹介しましたね、スターオブザカラーのクリームファンデーション、これベースになるやつですね。で、お肌の質感としてはマットなお肌よりもツヤのあるお肌の方がこう光をねパッと反射しますので自然に明るく見えます。どちらかというとお肌をつるんとさせるツヤというかね、ちょっとみずみずしいツヤの出るようなタイプのベースを選んでください。でですね、この時にちゃんとこのベースをですね、首の方にもぼかしてあげます。ここできちんとぼかして、まあ、グラデーション的なね感じにすることによって境目がパックリ分かれるっていうのを防いでくれます。はい、こんな感じで一度首とお肌の色を合わせてつるんと均一なお肌を作ります。はい、ここでこちらの色白に見えるクリームの登場です。これをですね、顔全体に塗るんじゃなくて、さっき言ったこの白くても不自然にならないよゾーンに塗ってあげます。今ね、ここだけ塗ったので、ここだけ実はワントーン白いんですけど、ここはきちんと首の色と合っているので、パックリと色が分かれるっていうことはなくなります。こんな感じでベースは完成です。ファンデーションも基本は同じです。
さっき言った明るくなっても大丈夫ですよゾーン、ここに塗ってあげます。はい、今回ですねケイトのシークレットスキンメーカーの00番使っております。まあ、あのドラッグストアで買えるファンデーションの中では一番白いかなと思うんですけど、この範囲に塗ってあげれば明るすぎるファンデーションも白浮きせずにきちんと馴染んで、どちらかというと立体感を出す役目を果たしてくれます。ただし不自然にならないといっても限度がありますので、厚塗りは基本 NG です。はい、でですね、今この範囲に塗らなきゃって言ってここばっかり叩き込んでいると、今度この部分とこの部分っていうのが色がパックリ分かれてしまいますので、ここはうまくグラデーションにね、段階的に明るくなるように外に外にぼかしてあげます。はい、こんな感じですね。さっき白浮きしていたファンデーションがねきちんと馴染んでますよね、首の色と。では続きましてハイライト塗っていきます。ハイライトの塗り方のポイントはとにかく控えめにです。はい、今回ですねこちらのね大人気のセザンヌのパールグロハイライトを買ってみたんですけど、こちらのハイライトねめちゃくちゃつきやすくて、めちゃくちゃギラギラにテカりやすいです。ハイライトを塗るとツヤが出て、さっき塗った明るめのファンデーションなんかがより肌になじみますので、これはね塗ってもらっていいんですけど、塗りすぎてしまうと今度顔面中ギラギラになってしまって、まあ、不自然と言いますか顔が悪目立ちしますよね。で特にこのみんな使っているハイライトすっごい光りやすいので、ブラシに取ってもらって落として落として、自分ではちょっと物足りないかなぐらいでちょうどいいです。で塗る場所自体はね基本同じですね。頬の高い部分、目頭のハの字、それから T ゾーンで、お好みで顎先ですとか、まあ、唇の上とかね。ほっぺたはねもう本当にチークに合わせてさらっと塗ってもらっていいんですけど、 T ゾーンのハイライトなんですけど、本来この T ゾーンっていうのは皮脂の分泌が多くてテカりやすい部分です。なのでこのギラギラのハイライトを乗せてしまうと、こうツヤっていうよりもテカリっていう風に見えてしまいます。鼻の下半身っていうのかな、この部分一番テカると汚い部分なので、ここはすごく控えめにしてください。さっと塗って、ここは鼻筋の高さを見せる部分なので、ちょっとしっかりでも細めに塗ってもらって、こっから先鼻の下っていうのはもう残りがでさっと、それでいいです。で、あとは目頭、ここに光を集めてお目目を綺麗に見せてあげますと。あとお好みで顎先。はい、最後仕上げのフェイスパウダーですね。でフェイスパウダー自体を、まあ、あのファンデーションの種類によってね使わないっていう方もいると思うんですけど、リキッドのファンデーションを使っている場合は基本的にはねテカらない程度にね塗ってもらった方がいいと思います。ただしパウダーもね厚塗りしてしまうとツヤ感がなくなってしまってマットになってしまって、余計にこの顔だけがねちょっと浮いてしまいますので、ブラシに取ってもらって、特にこうベタベタすると困るような部分ね、顔の中心部分を中心にサササッと塗っていきます。それからね少しだけ首にもパウダーをね延長線上って感じでやってあげると、この首と顔の質感が馴染むので、日焼け止めの上からでいいのでねパウダーはたいてあげてください。はい、こんな感じで白浮きせずに自然にワントーン肌を明るく見せるベースメイクの完成です。はい、とまあこんな感じでございました。いかがでしたでしょうか。今日のポイントまとめていきます。ポイント1つ目、明るいものを塗っていい範囲をきちんと把握しましょう。今囲ったこの範囲っていうのは顔の中でも、それから首に比べても前に出ている範囲なので、明るいファンデーションや明るいベースを塗っても不自然になりにくいゾーンです。この範囲から外側、それから首に向かって、段階的に自然に色が馴染むようにしていきましょう。ポイント2つ目、ツヤを味方につけよう。マットな質感のお肌よりもツヤのある質感の方がこうパッと明るく見えます。なので少し明るいアイテム使っても馴染みやすいんですけど、光りやすいハイライトを使いすぎてしまうとただの顔面ギラギラ女子でテッカテカに見えてしまいますので、自然に光を反射してますねくらいで、もう控えめに控えめに使ってください。あとね、これはあくまでちゃんまりの予想なんだけど、顔面白浮き女子は多分自撮りが好き、スノーやらなんやらのアプリを使って撮るでしょ。アプリってどうせ白くなるから首から上だけ白いっていうことに気づきにくいんですよね。
でも実際に人から見えているのはその写真の自分ではなくって全体のバランスで見たあなたですので、小さいメイク用の鏡、それからスマホの中の自分ではなくてきちんと大きい全身映る鏡で自分の顔の色をねチェックしてみてください。水着を着る機会もたくさんあると思いますので、水着の時なんか特にですよ。顔だけ真っ白なんてねちょっとよろしくないと思う、おばちゃんそう思う。使い方一つね気をつけてもらって、今年の夏は自然な色白女子を目指しましょう。以上ということで、今回は白浮きせずに肌をワントーン明るく見せるベースメイクの方法でした。参考になったよという方は評価とチャンネル登録お願いします。それでは次回もお楽しみに。またね。